そんな風に変わってしまうんなら子供なんておろせよ。はあ？あんた何言ってるの？ここまで言わないとお前は分かんないんだろう。本気でおろせって言ってるの？ああそうだよ、俺は子供なんていらないんだよ。それなのに妊娠だなんてしやがって。私の名前はユキ、27歳の会社員。夫のアキラと結婚して2年が経つ。夫婦仲は良好で幸せな新婚生活を送っている。夫は家事もある程度できるので共働きでも私の負担が増えることはなく、バランスよくお互いを支え合えていると思う。まあ少し不満があるとすれば、夫が作る料理はいつもザ男飯って感じで、カロリーが気になるところかな。それでも共働きなのに奥さんに家事を全て丸投げという男性も多いようだから、そう考えると私の夫はいい夫だと思う。そんな中、私たちの元に新たな命がやってきた。私が大喜びで妊娠したことを告げると夫も喜んでくれた。このまま夫と幸せな家庭を築き、子供の成長を二人で見守っていくのだろうと、そう思っていた。私は子供が生まれてくるのが楽しみで仕方がなかった。あ、今蹴ったよ。お、どれどれ。本当だ、蹴ってる。元気だな。夫ともそんなやり取りをしていたので、私は夫も当然妊娠を喜んでくれていると思い込んでいた。だが私の妊娠が分かってからというもの、夫はだんだんと家事をサボるようになっていった。そして帰りが遅くなることも多い。また飲み会？ああすまんな、部長からの誘いが最近多くて。でもこういう接待的なことは後々絶対に仕事に生きるから断れないんだよ。そっか。私はせめて出産を終えるまでは妊娠している私の体調を気遣って早めに帰ってきてほしいと思った。お腹もだんだん大きくなってきているし、何かあったらと思うと不安だ。だが子供が生まれてからいろいろとお金がかかるので、出世して収入が増えるのも大事だと思う。夫は家族のために頑張ってくれている。だが今はできればそばにいてほしい。どっちも大事なことなので、すごく複雑な気持ちになり、モヤモヤしてしまった。それからも夫は相変わらず飲み会で遅く帰ってくることが多かった。気づけば私が毎日全部の家事をやっていた。夫はごめん、全部任せきりにしちゃってと謝ってくれるものの、最近は口だけ謝って心がこもっていない感じがする。その後私は身重な状態で仕事をするのがきつくなってきたので、産休を取ることに。そのおかげで家事だけに集中できるようになったので、少し体力的には楽になった。しかしその代わり、いつ破水するかもわからなかったり、早産となるかもわからない状況だ。それなのに夫は相変わらず飲み会ばかりで帰ってくるのが遅く、最近では日曜でも呼ばれて部長の家に行っているようだ。私はさすがに不安でたまらなくなり、夫に愚痴をこぼした。ねえ、仕事での付き合いが大事なのは理解できるけど、もう少し私のことも気遣ってくれない？もう数ヶ月もしたら生まれるのよ。あなたも私も親になるのよ。せめて生まれるまでは家庭でのことを優先してほしいわ。私が勇気を出して我慢していた思いをぶつけると、夫はなんと逆ギレをしだした。めんどくせえな、なんで家のために頑張ってる俺がそんなこと言われなきゃなんねえんだよ。え？むしろ少しは俺の頑張りを称えてくれてもいいぐらいだろうが。もういい、俺はしばらくホテルに泊まることにする。お前も少しは頭を冷やせ。そんな。夫はそう言って本当に出て行ってしまった。あまりに突然のことで私はびっくりして、引き止めることも言い返すこともできなかった。私はショックで悲しくなり、気づいたら実家へと足を運んでいた。あら、ユキどうしたの？実は。私が夫とのことを話すと、母は怒っていた。それはひどいね、家庭あってこその仕事なのに。そうでしょ、私もそう言ってるんだけど、なかなか聞いてくれなくて。言われっぱなしにしてちゃダメだからね。こっちが折れると男は何でも言う通りにできると思うようになるからね。うん、わかった。私は母に愚痴ったことで少し元気になった。そしてすぐ家に帰り、夫の帰宅を待つことにした。だがそんな時、思いがけないところから夫の真実を知ることになる。それは友人からの電話だった。もしもし、ユキ今どこ？え、今家だけど。やっぱり。
どうしたの？いや、今彼氏と熱海旅行に来てるんだけどさ、アキラさんを見かけたんだよね。え？それでさ、ちょうど2人分の飲み物を買ってたから、ユキもいるのかなと思って話しかけたの。なんか動揺しててちょっと怪しいなって思ってユキに電話してみたの。そうだったんだ、ありがとう教えてくれて。私は電話を切った後、怒りでどうしようもなくなった。夫は要するに私ではない誰かと熱海に来ていたということだ。こんな平日に、しかもまさか男の人と2人で来ることはないだろうから、不倫していることは間違いないだろう。私はすぐに更新所に調査を依頼。するとすぐにいろんな証拠が出てきた。そして調査を進めると不倫相手のことも詳しく分かったのだが、その相手はまさかの人物だった。夫が家を出て行ってから帰ってきたのは2週間ほど経ってからだった。少しは反省したか？私が何を反省するっていうの？反省するとしたらあなたの方だと思うけど。まったく成長がねえな。あなたに言われたくないわ。家庭のことを大事にしないくせに。ったく、お前妊娠してから変わったよな。何でもかんでも家庭家庭って。それは当然のことでしょ。だって子供が生まれるんだよ。そんな風に変わってしまうんなら子供なんておろせよ。はあ？あんた何言ってるの？ここまで言わないとお前は分かんないんだろう。本気でおろせって言ってるの？ああそうだよ、俺は子供なんていらないんだよ。それなのに妊娠だなんてしやがって。最低。私はあなたも子供ができたことを喜んでくれていると思ったのに。俺がいつ喜んだって言うんだよ。俺は父親になる自信はないんだ。私はそんなことを当たり前のように言う夫に一気に冷めた。なぜこんな人と結婚をしたのだろうか。それが本音ってこと？父親になる自信がないから子供を下ろせって？ああそうだよ、俺は子供を持たずに気楽に過ごしている方がいいんだよ。じゃあなんで妊娠の報告をした時に嬉しそうにしてたの？あれはお前にただ合わせてただけだ。もう限界に感じたんだ、だから下ろせ。いやよ、それにもう妊娠8ヶ月なのよ。下ろすことなんてできないのよ。ふざけるな、手術とかすれば下ろせるだろう。だから無理だって。産むしか選択肢はないんだから。そんな嘘つくんじゃない。嘘じゃないわよ、それくらい知ってて欲しかったわ。はあ、でも子供は欲しくないんだから知らなくてもしょうがないのか。何か手はあるはずだ、子供は絶対に産ませないぞ。もう諦めなさいよ。そんな。すると家のインターホンが鳴った。誰だよこんな時に。母さんに。父さんどうして？いやー、ユキさんが大事な話があるって言うから。え？そしてまたインターホンが鳴り、今度は私の両親も来た。え、お母さんたちも揃ったわね。おい、なんで両家の親を呼んでるんだよ。一体お前は何を企んでるんだ？アキラさんのお母さんとお父さん来てくれてありがとうございます。私のお母さんとお父さんもありがとう。それで話ってなんだい？アキラさんと離婚をさせていただきたいと思っています。なんだって？義両親も両親も驚いている。ユキどうして？もうすぐ子供が生まれる時に何を言い出すんだ？アキラさんはさっき私に子供を下ろせって言ってきました。みんなが驚きながら夫を見る。夫は気まずそうに下を見ている。お前そんなひどいことを言ったのか？アキラ、なんでそんなことを？父親になる自信がないからだそうです。そんな理由で？アキラ、誰だって初めのことは自信がないのは当たり前なのよ。気持ちはわかるけど、それで子供を下ろせだなんてひどいことを言うのはダメよ。義両親は息子の失言について私に謝ってきた。ユキさん、失望したかもしれないが、もう一度息子にチャンスをやってくれないか？私からもお願いするわ。それにシングルマザーになってしまうと、あなたもいろいろと大変でしょう。すいません。ですが離婚したい理由はそれだけじゃないんです。ええ。私は引き出しから封筒を取り出し、書類と写真をテーブルに広げた。これは何だい？アキラさんの不倫の証拠です。ええ？みんなびっくりし、夫は顔を青くしている。アキラ君、不倫するだなんていい度胸してるな。ごめんなさい。あと驚くべきなのは、不倫相手が夫の職場の部長の奥さんだということです。え、どうしてそこまで知ってるんだ？更新所に調べてもらったに決まってるじゃない。そんな。
夫は自分の状況をようやく理解したようだ。会社には部長には言わないでくれ。この言葉に反応したのは義両親だった。バカ者、何を今更逃げようとしてるんだ。そうよ、この恥さらしが。そんな人手なしに育てた覚えはないよ。義両親は私に再び謝ってきた。ユキさん、本当に申し訳ない。ご両親にもなんてお詫びしたらいいものか。ほら、お前も謝るんだよ。義父は夫の頭をつかみ、夫に謝罪をさせた。夫はこの世の終わりのような顔をしていた。その後、義両親のおかげで離婚の手続きはスムーズに進み、慰謝料と養育費も支払ってもらえた。そして当たり前だが、夫は部長からも慰謝料を請求されたそうだ。私も不倫相手に慰謝料を請求したので、元夫も不倫相手も相当な借金を抱えることになった。元夫の不倫相手はかなり若く、もともとキャバ嬢で、部長とは金目当ての年の差婚だったらしい。それで部長の家に元夫が遊びに行った時に初めて会い、関係を持つようになったそうだ。元夫は当然ながらに会社をクビになった。出世のために部長に取り入ろうとした結果、自ら破滅の道をたどってしまったということだ。本当ざまあ見ろというか、自業自得だ。一方、私は無事に娘を出産。今は実家に戻り、育休を取りながら子育てに奮闘している。元夫とのことなんて吹き飛ぶくらいに、娘は本当に可愛くて、毎日一緒に過ごせるだけで本当に幸せだ。これからシングルマザーとしていろいろと大変だろうが、娘のためなら何でも頑張れるので、育休が終わったらバリバリ働いて娘を育てていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。